金禄交際は、明治維新で、出力処分の一環として、六星の廃止により強制的に六を廃止したすべての、家族、氏族にその代償として交付された交際である。数年前に、自主的に六を返上した者に交付された、出力交際とは異なる。総計1億7390万8900円。利子は1割、7部、6部、5分の4種あった。 また、利子の受け取り期間は5から14年であった。この交際証書を受け取るべき者、つまり、6件を有する者の,の人数は、34万人に、上った。記載の年は、1878年であった。1875年9月、明治政府は、米行によって給する6を、米の現物ではなく、各地方3カ年の平均相場に換算して、 貨幣で支給することを始めた。ついで1876年、財政の窮防を補うために、それまでの6世を強制的に廃して、金録交際という国際証券を発行可付し、30年内に償還することに定め、利子は、交際の額面10円以上は7分、100円以上は6分、1000円以上は5分、売買可能な金録に対しては1割とした。 毎年抽選により選ばれた対象者から政府が交際証書を回収し額面の元金を支払うことで召喚が行われた。対象者は交際記載の利子の受け取り期間内は毎年利子を受け取った。廃藩置県以前に財政に急防した各藩を呼び明治政府の六政改革によってすでに花し族の六は大幅に削減されていた。 上司の場合、十分の一以下となることも珍しくなかった。ただし、旧藩主の家族は、家録が各藩の収入の十分の一程度と高めに設定されていた。交際の額面はこの金録に対し発行された。事業開始の資金とされるように交際は売買可能とされ、平均利子が東京と最低賃金の約三分の一程度の少額であったため、 生活に急した多くの氏族が売却した。また、銀行設立の資本金ともなった。当時発行された交際の中で最も巨額のもので、総額1億7390万円に達した。なお、明治10年の国家予算額は5100万円に過ぎなかった。30年後の1906年に予定通りすべての交際の償還を完了した。 廃藩置県によりすべての氏族を支配下に置いた明治政府は人口の約5%にあたる花氏族に国家予算の4割近くを放録として支払う事態に直面した。そこで年限を切って放録を廃止することを決めた。氏族に事業資金を与えるためすべての氏族に相当の現金を渡すことが理想的であった。 だが政府にはそれだけの資金がなかったため、毎年抽選で一部の対象者に償還することで、支出を平準化した。そして交際を売買可能とすることで、償還前の対象者が売却して、事業資金に充てることを可能とした。ありがとうございます。